第1回汎用感ダメージチャレンジコンテスト。はい、ということで、ごきげんよう、ゆきたです。今回のテーマはですね、汎用感ダメージどれくらい出るかチャレンジしていきたいと思います。はい、ということで、各巻所定の位置についたようです。今回の汎用感はこちらです。大型汎用感10隻ということで、10隻あります。はい、鑑定リストはこんな感じになってます。はい、続きましてね、タンク役の紹介です。こちらがね、ターゲット取る予定の監修になってます。なかなかね、塗装も綺麗になってます。はい、こちらです。 CAS になってます。あとはこちらですね、艦載機乗せてないものになってます。ダメージ出ないように艦載機はきっちりと下ろしてあります。さあ、いよいよ動き出すようです。ちゃんと時間も計算してきっちりとターゲット取れるようにしてあります。さあ、うまくいくでしょうか。今回の敵艦隊はこちらです。レベル8、5隻ということで、拠点防衛艦隊が相手になります。位置取りの微調整も済んで、とうとう攻撃を仕掛けていきます。さあ、時間を見て微調整しています。投降時間30秒、あと10秒くらいでしょうか。きっちりと時間を計っています。よし、今だということでね、防衛艦隊の方が10秒先に到着します。おっと、ここで先に汎用艦の方がターゲット取られた。これは痛い、これは痛いです。インフィニトラムランチは途中で進路変えられません。これは第5弾。ここでね、本来であればターゲット艦の方がターゲット取るはずだったのが、汎用艦の方に攻撃が来てしまいました。さあ、気を取り直してよく見てみましょう。汎用艦がどうでしょうか。攻撃仕掛けています。ちっちゃな手法で目いっぱい攻撃しています。いい感じで攻撃しています。としかし、ここで敵のイオン砲が痛い。早くも2隻落ちています。第5弾です。いやー、もったいない。ここで本来であればターゲット取らないアタッカー編成のはずでしたが、いや痛い。赤と青のビームが痛い、痛い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 。ただ意外と汎用艦持っています。敵の攻撃にさらされながらまだ生き残っています。8隻痛い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 。ビームが直撃しています。右下の艦首、イオン砲の直撃、ミサイルも直撃しております。おっと、ここで右下脱落、緊急回避です。残り7隻となってしまいました。もう1隻落ちました。残り6隻。これはダメージコンテストでは痛い誤算です。残り6隻です。あと防衛艦隊の HP47%、 時間も限られています。どこまでダメージを伸ばせるか。拠点防衛艦隊残り2隻、こちらは残り5隻となっております。イオン砲が眩しい。ただこちらの主砲も目いっぱい攻撃しております。さあ、どこまでダメージを伸ばせたか。さあ、残りチェックしています。残り 5隻が退避、残り5隻で攻撃しています。敵はこちらです。おっと、ここで押し終わりました。戦闘終了、ここで終了です。さて、結果はどうだったでしょうか。どれくらいダメージが伸びたでしょうか。楽しみなところです。はい、ということで結果発表。さて、こちらがデータになります。さあ、戦闘統計見てみたいと思います。3772ということでね、結構ダメージ出ましたね。 3K ということでね、結構出ましたね。予想以上に出ました。耐久変化もね、こんな感じでじりじりと落ちていく感じで、なかなかね、いい感じで耐久もできてましたね。あとですね、汎用艦全艦退却できていましたね。ですのでね、もしかするとね、タンクとしては優秀かもしれないですね。汎用艦をタンクとして使うという場面はちょっと想定はできないんですけれども、まあね、そこそこタンクとしては活躍しそうかなという性能でしたね。まあこんな感じでね、耐久力も 27,810 あるということでね、まあそこそこ耐久はできるのかもしれないですね。ただね、まあこちらですね、ダメージ機構がないのでね、まああっという間に溶けてしまいますけどね。はい、本来であればね、こちらがね、ターゲット取ってね、タンク役のはずだったんですけどね、まさかね、タイミングミスるというね、敵との時間あと何秒ですとの信頼できなかったですね。
はい、戦闘統計です。 CS066 がやっぱり一番ダメージ出てますね。 290K ということで、こちら一番出てます。まあ艦載機乗せてないね、 KCCPV2.0 の方も 53K ということで、そこそこダメージ出てますね。まあこちらね、艦載型ですけどね、まあ一般投射武器プラットフォームとかね、まあこちらありますので、それなりにはダメージ出るという形ですね。だからといって使うもんではないですけどね基本的に艦載機乗せて使うもんですけど、まあ今回はね、ダメージ出ないようにあえて乗せてみたんですけどね、まあそこそこ出てしまったという形です。はい、ということでね、3772以上ダメージ出た方がいらっしゃいましたら、もしよければコメントしていただけると助かります。そうしますとね、私がね、すごいですねってコメント返します。ご視聴ありがとうございます。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。